最初の頃は本当にいっぱいいっぱいでした。私初めてこうお布団に入って割とすぐ寝れるタイプなんですけど、お布団に入ってもあのシーンこうしなきゃなとか、あのシーンのこと忘れちゃダメだなとか、もうずっとメリーポピンズのことを考えていて、なんか夢にも本当に稽古のことが出てくるぐらい、ずっとこうメリーポピンズの中で2ヶ月半生きてきたので、すごく大変な役だし、で、まあ、ずっと夢だった役ではあるんですけれども、なんかどこかでそのメリーポピンズを素晴らしいものにしなきゃっていうプレッシャーの方が、ある時から大きくなってしまっていて、まあ、ようやく、まあ、初日を迎える中でちょっとずつ余裕もできてきたんですけれども、まあ、この先100回迎えて、で200回、300回、1000回、1万回ってどん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 日本でねメリーポピンズが続いていくように、私も今回責任を持ってしっかりと務めたいなと思ってます。もうとにかく舞台稽古がすごく長くって、きっちりと時間をかけて準備をしてきたので、早く皆様に見ていただきたいっていう気持ち、ワクワクしてる気持ちの方が今はすごい大きいですね。なのでついに初日が明けて、お客様と劇場でお会いできることがすごく楽しみですし、でメリーポピンズを見に来てくださった方、きっとあったかい気持ちになって楽しい気持ちで劇場を後にすることができると思うので、皆様に少しでも幸せな気持ちになっていただけたら、もう本当にこんなに幸せなことはないと思ってます。頑張ります。